浦和中学、一高を経て、東京帝国大学法学部卒業。検事任官。同期の柳川真文、馬場義次らと共に、三馬が荒らすと称されていた。一期下に、田中一万一がいた。塩野末彦らの公安検事に連なり、そのため、戦後、公職追放を受けるも、1951年の追放解除後は、法務省刑事局長、最高検検事などを歴任。前任の検事総長、馬場義次が、後任は、竹内十平にと画策していたが、1967年検事総長に就任した。検事総長在任中、刑法改正準備会会長等も歴任し、刑事法の戦前体制から戦後体制への転換において重要な役割を果たした。他方、日通事件では池田正之助自民党衆院議員の逮捕に反対し、当時の東京地検特捜部長、河合慎太郎らと対立、福田、池田との料亭下町での会食が明るみに出たことで批判も受けたが、このことと池田の逮捕反対とは無関係であるとし、むしろ河合派の検事を左遷する人事を敢行して、特捜検察を眠らせたとも評価されている。退官後、弁護士登録。文明堂、虎屋、東電通り等の監査役を務め、また、三越、岡田茂元社長弁護人でもあった。1995年11月9日、慶應義塾大学病院にて死去。東京地裁検事局時代に人民戦線事件で、美濃部良吉らの取り調べを行った検事でもある。美濃部に対する妹の取り調べ手法について、その調べ方のいやらしさは今思い出しても気持ちが悪くなる。とにかく治安維持法に違反するように言わない限り、絶対に供述書を作らない。彼の意思に沿った答弁をしない限り、よく考えておけと言って、2週間でも3週間でも放っておかれると記した論文が存在する。ゾルゲ事件も担当主任にあり、1942年に刑事局第6課長に就任。1945年6月には、花岡事件の捜査に出張した。一期後輩の福田武夫、笹川良一も1995年に死去している。ABC、井本大吉氏元検事総長死去。読売新聞1995年11月10日。総理庁官房監査課編、公職追放に関する覚書該当者名簿、日比谷成蹊会、1949年、156ページ。NDLJP、1276156。警察官による自白の強要とその後になされた検事及び、予審判事に対する自白の任意性の有無、被告人の検事及び、予審判事に対する自白の任意性に、義があると認められた一事例、最高裁判所刑事判例集、第11巻第7号、最高裁判所判例調査会、1957年、1914ページ。朝日新聞1951年9月9日三面、伊佐野道隆、基本法改正の態度として1967年8月、井本大吉の次期検事総長実現に奔走。11月、井本が、検事総長に就任。岩渕達夫の発案で、福田武夫、池田正之助、岩渕による、検事総長就任祝いをセット。1968年4月、井本の依頼に基づき、福田、池田、岩渕を招き返礼の宴をセットしたが、岩渕が、風のため欠席したことにより、一部の誤解を受ける。隅によれば、井本が法務省刑事局長時代、笹川良一、児玉義男は頭が上がらない存在だったらしい。ありがとうございます。